俺ならどうだ。嬉しい。あっかはは。分かってると思うけど、帰りが遅くなっても誰も変に思わないから。ピンポーン。クロって本当優しいよな。俺はお前のこと振ったのに。ハル、私と付き合おうよ。もうあれは罰ゲームだって言ったじゃん。やっぱり無理してるよな。罰ゲームとか嘘つかせてごめん。お前お姉ちゃんぶるけど本当は甘えたがり屋だしな。自分が選ばれなかったのは悔しいけど、春が好きって気持ちは変わらない。これからも春の味方だよ。クロ。 Yesterday。 あなたはマル君だったかしら。え、うん、マル末春。小説読んだんだ、カチさんの。私の。すごく良かった、感動した。あなたにそう言われて本当に嬉しい。今まで頑張ってきてよかったわ。カチのグラビアか、今日発売の。私エチい人って嫌いなの。告白祭決めるなら誰にするんだ。カチ白草。なんとも思ってないよ。ああ、やがって。殺す。今そう決めたって言ったのか。シダちゃんにお願いすればいいんじゃね。そういうとこお姉ちゃん好きだよ。好きとか言ってんじゃねえよ。裏山に洞窟がある、あそこなら発見されまい。殺される。ハル。お、俺ちょっとトイレに。私を振っちゃったこと後悔してる。ごめんなさい、許してください。今私が話してるの、邪魔しないで。キリンが何の努力もしないで美味しいとこ持っていくなんて。ギルティオアノットギルティ。ギルティだ。あマイ理性溶けてるだろ。だってこれって勢いでやっちゃうところじゃない。大丈夫だよハル、何も怖いことないから。ダメだ。おう、文化祭で演劇やりたいって言ってたよな。ああ、ほん。なるほどね、行ってこい。いや、お前が行ってくれよ。ちょっとハル、付き合い始めて最初の投稿だから一緒に行きたかったのに。遊びましょう。私もたまには何か作ろっか。また私の舌が宇宙みたいだっていうの。実際そうだろ、クロの料理で何回死にかけたと思ってる。聞いてこい。カチ、いろんなこと、もろもろ申し訳ございません。注目を浴びられるようなすごい脚本を書いてもらえないかなと思って。協力してもいいと考えているわ。え、マル君が出るのよね。あ、うん。報酬次第だけど。そこは善処する。あ、ちょっと俺部屋行ってくるわ。え、なんで。マル、掃除機の場所変えちゃった。そういうこと。どう、最高のアイディアだ、ありがとう。ここまでよ。え、やめて、マル君のそういう姿見たくないわ。シダさんとの関係は知っているし。カチ、そんなキャラだったんだ。知らなかった、全部マル君のせいよ。よくも男の順調を踏みにじったな。ハル、演技できるの。私は好きだから。やだ、照れてる、かわいい。お前だってめっちゃ赤いからな。
やりなよ、チューするんでしょ。嬉しい。あっもう前に進むだけだし。あかん、マジであかん。なあクロ、聞いてほしいことがある。いや聞きたくない。偽の恋人はやめにしようって言うんでしょ。違う、しばらく家に来なくていいって話した。え、無理に笑うな。バカ。それが決まればきっと春は乗り越えられる。そうだな。ねえ春、私と恋人のふりをするっていうのはどう？は？それのどこが復讐だ？嘘でも好きな人と付き合えるんだよ。殺しすぎだろ、俺。春？落ち着け、俺。かわいい。かわいいのお前じゃ。気合が入るってもんなじゃ。へえ、その話聞かせてほしいな。え？最近まで知らなかったよ。元天才子役丸末春。あれ？ピンポーン。ぶっちゃけすげえ可愛い。そんな直球で言われると照れるじゃん。もう。おい。だって完全に逆恨みだし。今それ言うのかよ。マル、私彼からシロって呼んでもらうことになったから。もしかして嫉妬してる？そんなわけないでしょ。なんだろうその響き、すごく嫌。それがお前の甘え方なんだよな。だから責められるのはダメなの。覚悟ができてないから。うるさいうるさい。マル末春の告白だ。でも気がついたんだ、自分の最も大切な存在に。シダクロハ好きだ。いつもお前がそばにいてくれたことに。お前がいてくれたから俺は救われた。やだ、マジで、マジなんでじゃーん。頭で見ろ、めちゃくちゃ。僕は全員ボロ負けだと思うけど、うん、全員自分に惚れさせて振ってやろうとした挙句、誰も好きな人と結ばれてない。春のバカ、めちゃめちゃ後悔してるしね。なんでじゃ、なんでじゃ。あなたはマル君だったかしら。え、うん、マル末春、小説読んだんだ、カチさんの。私の？すごく良かった、感動した。あなたにそう言われて本当に嬉しい。今まで頑張ってきて良かったわ。君の虜になる。